かわいいだろ。え、わかっちゃうんだよね。そんなにじっと見つめられたらさ。セアガス、俺の可愛さに見惚れてたんだよね。まあそう言っても過言ではないね。ロサード、俺は感心してたんだよ。その手入れされた美容にね、輝くような自然な艶が広がる美しい髪に、どこまでも健康的で張りのある肌、実に素晴らしいね。一体どんな手入れをすればその美しさを保っていられるんだい？褒めてくれてありがとう。でもさ、美容のための手入れとかは本当にやってないんだよね。そんな、食事に気をつけたり運動を日課にするとか、何か必ずあるはずだ。そういう努力もなしにその美しさを保っているなんて考えられない。もしそれが本当だったらずるいな。俺は美容のためにいろいろと我慢しているんだから。そんなこと言われても本当に何もやってないんだよな。はあ、ロサードが秘密にしているのか、それとも本人に自覚がない特別な美容法でもあるのか、どちらにせよ突き止めたいな。俺自身の美容のために。スピーン、スピーン。ロサードが昼寝中だ。ロサードは絶対に特別な美容法をしているはずだ。そうじゃなきゃずるい。でもそれを探るために密かに尾行しているものの、今のところ何も手がかりはなしだね。寝相が悪いな。お腹まで出ちゃって。もう睡眠は美容にいいけど特別な感じはないしね。仕方ない、もう少し観察を続けてみよう。お腹は隠しておいてあげるか。あー、気持ちいい。起きてすぐに洗顔を始めたと。あの張りのある肌を保つために何か特別なものを使っているはずだ。何としても確かめねば。おかしい、顔を洗っていると思ったらそのままの流れで髪まで洗い出した。しかも何もつけずにそのまま。ふう、すっきりした。じゃあお腹すいたから何か食べに行こうっと。洗髪後の手入れもなしなのか。というか髪を乾かしもしない。信じられない、ロサードは本当に特別な美容法をしていないのか。いや、まだだ。食事に何か秘密があるのかもしれない。それを確認するまで諦めないぞ。俺だってロサードみたいな美しい体型を保ちたいからね。食べないの？美味しいよ、鶏の丸焼き。はあ、カードさん、カードさん、どうか俺に教えてくれ。ロサードは本当に美容に気を使ってない。好きなように生きて好きなように食べています。俺は体型を維持するために食事制限までしているというのに。カードさん、ロサードは本当に特別な美容法をしていないんですか？俺のこと尾行でもしてたの？でもそれならカードで占うまでもないでしょ。俺は本当に何もしてないって分かってるはずだよ。まあそうだね、ロサード、羨ましいよ。何もせずにその美しさを保っていられるなんて。羨ましいならセアダスも好きにすればいいじゃん。好きにすればいい、ロサードと同じように。そうか、我慢や苦労は心の負担となり美容にも悪い。だから何も我慢せず欲望の赴くままに生きる。
それが一番の美容法なのかもしれないね。太りたくないからと食事制限をしていたら余計に太ってしまうということか。そうだ、そうに違いない。ロサードの生き方で証明できてるじゃないか。よし、俺も好きなだけ食べる。鶏の丸焼きを5人前、たっぷりの蜂蜜も用意して、今日からは気の済むまで食べて好きなだけ寝てやるぞ。いや、さすがにそれは太るかも。ま、太るのは悪いことじゃないし、せやだせ、幸せそうな顔してるし、別に止めなくてもいっか。ねえねえ、ゴルドマリン、俺に料理の作り方を教えてくれない？別に構いませんが、急にどうしたんですか？俺、思ったんだよね。俺とゴルドマリーなら、とーって俺の方が可愛いじゃん。は？でも、ゴルドマリーは料理が得意だからさ、その分負けてるかもって。そんな状態は良くないから、俺も料理ができるようにならないと。はい？すみません。可愛さも私の方が勝ってますけど。うん、じゃあそれでいいよ。とりあえず今日のところは、とにかくさ、料理を教えてほしいんだ。頼むよ、俺の可愛さに免じてね。教えてもらおうとしている人の態度とはとても思えませんですが、まあ友達の頼みですし、特別に教えて差し上げてもいいですけど。やったー、ありがとうゴルドマリー。これで可愛さでも料理の腕でもゴルドマリーに勝てる。ふーん、そううまくいくでしょうか。ダメだダメだ、この卵焼きゴルドマリーのより美味しくない。教えてもらった通りに作ってるのに、どうしてうまくいかないんだよ。焼き方にもコツがありますからね。練習あるのみです。やっぱり俺は作るの向いてないよ。食べる方が断然向いてる。まだ始めたばかりなのにもう諦めるんですか？諦めるわけじゃないけどさ、向いてないことを続けてうじうじ悩むの嫌だし。ロサードは可愛いですね。え、なんで急に褒めてくれたの？あなた以上に可愛い人など私はほとんど知りません。ですが、自分で言い出したことを投げ出すのはとってもとってもとってもダサいです。うわっ！でも仕方ありませんね。ロサードはうじうじ悩まない人ですし、一度決めたことは曲げない性格だから、料理の勉強はおしまいにしましょう。待った、料理の勉強続ける。本当ですか？今日は食事当番変わって、ゴルドマリー、俺が全員分の卵焼きを作るから。頑張ってくださいね、ロサード。どう？ゴルドマリン、今回の卵焼きは上手に焼けたでしょ？ロサード、とても美味しいです。途中で諦めずによくここまで料理の練習を続けましたね。君が言ってくれたからだよ。ロサードは可愛いけど途中で諦めるのはダサいって。確かにそう言いましたね。俺ちゃんと気づいてたんだから、その言葉。俺がイルシオンの学園にいた時、オルテンシアに言われた言葉だって。はい、以前オルテンシアに聞きました。入学当時のロサードの話を。可愛いものに夢中になって勉強をおろそかにしてた時期があったそうですね。うん、その時に言われたんだ。ロサードは可愛いけど
成績が悪いのはダサいって、その言葉が俺に火をつけたからな。今回もまるっきり同じだよ。安心しました。あそこで諦めていたら本当にダサいままでしたから。まあ私の相棒がそんなダサい人なわけないと信じてはいましたけど、それにしてもどうして料理を？そこだけがまだわからないんです。少しでも対等でいたかったんだよ。ゴルドマリーと命を預ける、背中を預ける相手が自分より劣ってたら心配になるでしょ。だからその俺も成長したかったというか。ロサード戦場で背中を預けることと料理の腕は全く関係ないですけどね。つまり今回のロサードの努力も完全に意味のないことですけど嬉しいです。うるさいな。俺が納得してるからいいんだよそうですか。ではこれからも安心して背中を預けますね。うん、任せといて。